毎度、西成浩二ですわ。おおきに。昨日はちょっとな、ややこしいっていうか、重い話で申し訳なかったんやけど、とことん追求しようと思えば、とことん追求できる話っていうか、まあ、動画のネタっていうたら申し訳ない。亡くなったオルトちゃんには申し訳ないんやけど、まあまあ、今さっきちょっとライブやらしてもうとってんけども、大阪に本部のあるな、児童虐待委員会、連絡委員会、児童虐待連絡委員会やったと思うねんけども、ね、これまあ、当園のもんが、代表でやっとんねんけども、何やったかな、今日の、今日やったかな、いつのかわからんねんけども、この問題を、朝ズバやったかな、ちゃうわ、なんとかっちゅう、まあ、全国版のテレビに出て、インタビュー答えとったけども、まあ、それだけのことは、摂津の市役所行ってな、やったりなんやかんやしてやってんやん。わしかってこの問題っていうのは取り上げたかった問題やねんか。まだちょっと読み切れてないんだけど、俺も爆ちゃんさんって言うてな、 YouTuber さんがいてはんねんけど、まあその人からな、勉強になるっていうことで本2冊いただいてて、反対に写ってて申し訳ないんやけど、まあ、ちょっと読み書きやねんけど、ステップファミリーっていうのと実施誘拐な、これもっと早い読んでみんなに紹介できればよかったんやけど、なちょっと改めてまた読ませてもらおうかなっていうふうに思ってます。みんなもちょっとそのいじめとか児童虐待とかっていうのは真剣にちょっと考えてほしいな。西成浩二ごときが言うことではないかもわからんけど、まあ、基本な、私は動画の中でどっかでくすって笑ってもらいたいっていうのがあるんやけど、やっぱりほっとけんこともあるわけよ。別に大和魂振り回すわけでも何でもないんや、正義感振り回すわけでも何でもないんやけど、な、自分より立場の弱い人間にそうやってな、腹いせかなんか知らんで、ストレス解消かなんか知らんで、だけどこの松原言うのだけはほんま許されへん。全国でも怒っとる事件なんや、これは。福岡でも怒っとる。なあ。まあ、今日はもう、そんなあんまし重たいことは言わんとこうと思って動画撮り出したんやけど。まあ、週末、土曜日やろ。なあ、まあ週末であって月末でもあるんやな。まあみんな
ぬくなったり寒くなったりするさかいよ。とりあえず体だけな。気ぃつけてや。昨日、今さっきまでライブやっとったんやけど、私も。その中でも話しとったんやけどな。昨日ちょっとね、しなに、俺が動画上げ出して、2ヶ月目ぐらいの動画を見とったんやけど、あの頃は、面白くやっとったなーって自分でも思うわ。くだらんことをやりながらな。よう、そんなに喋れるな、いうぐらい、自分でも喋っとったなーって思うわ。まずそっちの方向を向いて、やっていくし。で、新たなチャンネル登録者さん、ありがとうございます。やっぱり、面かぶって、サングラスかけて、アホなことやって、みんなに笑うてもうとんのが、この西成工事性分に劣ると思うんで、まだそういうスタイルに戻していくつもりでいてるんやけど。なんだかんだ言うたかってしゃあない高いんよ。とりあえずみんな、体調管理と。で、月末の選挙。今月末。な。明日やもう。今月末やのうて。明日や。な。これちょっとみんな、おのおのが支持するとこで、そこ、さかいに。参加せえへん言うのだけがいかんでな。な。選挙だけちょっとみんな、頑張って、な。頼ますわ。行ってくだい。ほな、おおきに。西成工事ですわ。次の動画でやめよう。おおきに。バイバイ。